はい、はい、どうも、ちぶりです。てことで、今日はですね、指名契約権おすすめ選手ランキング、やっていきたいと思います。てなわけで、シーズン5が開幕したわけなんですけれども、今月もね、指名契約権の更新が来ております。この画面から一番見に行っていただくと、こちらですね。まず、このトルコリーグの指名契約権と、このクラブアイコンですね。こちらの指名契約権が来ております。まずね、クラブアイコンズのメンバーはこんな感じになってますね。まあ、ロドリ、ジオン・オコスタ、あとはジョレンテとかも来てますね。 メンツ的にはまあ正直ね、そこまでこう期待できない感じがね、出てるんですけれども、まあジョレンとかはね、この間週刊スピードも登場してかなり強かったんで、期待してる方も多いんじゃないかなと思います。まあロドリは一番総合値が高いということで、これも期待できますね。そしてもう一つはこちら POTM ということで、トルコリューから指名契約ののが来ております。いや、今回ね、このトルコリューの指名契約が、これかなりいいんですよね。僕もね、見てびっくりしたんですけど、このユンデルとかね、メルテンスとか、まあトルコリューから来てるわけなんですけれども、この選手たちは結構いいということ で、いやこれは期待していただきたいなと思ってるんですけれども一応こっちのね POTM の指名契約の方はこれレベル上限がなくて育成することができないんでここは注意ポイントかなと思いますはいこんな感じで今回はトルコリーグとこのクラブアイコンの指名契約が来たわけなんですけれども今回もこの2つのね指名契約権を合わせて当たり選手ラッキングベスト5からやっていきたいと思いますこっちの8名とこっちの11名合計19名でベスト5から発表していきたいと思いますのでよかったら参考にしてみてくださいてことで早速ね指名 おすすめ選手ランキングベスト5ということでやっていきましょう はいといととうことでまず5位はこちらレベントメルジャンですね5位に選ばせていただきましたまさかのトルコリーグ指名ア付権から登場ということで今回5位に選ばせてもらったんですけれどもこの選手ねなんと星さんの指名契約権で獲得できるんですけどこれめっちゃ優秀だと僕思ってますこれ取った方がいいと思いますね見ていきましょうまず身長は 176cm のキャッチュア左利きなんですけれどもこちらプレイスタルが攻撃寺サイドバックで左サイドバックと OMF と CMF にポジション適性がありますと、まあ、個人的にはねどこで使ってあげても強いんじゃないか からった気がしてるんですけど意外とね CMF 強とかも強いんじゃないかなと思ってます能力見ていくとこんな感じまあ星の指名系アラ付なんでかなり期待できるわけじゃないんですけどドリブル数値はね全部80超えてきてグランダーパスも80乗っかってきますねフライパスに関しては2上がって90乗っかってくるということでまずこの数値これめっちゃ良くないですかまずこの時点で星さの指名系アラで獲得できるこれめっちゃいキで獲得できるこれめっちゃ良いですよねそしてまあディフェンス数値もねそこそこありますね、まあ、全部72以上は超えてくるといった感じでまあそこそこあるんですけれどもスピードパスはこんな感じ今スピードがね 上がっても79とということでハ、まあ、8は欲しかったかなって感じがあるんですけれども先、まあ、発は84まで行ってボディコンも84スタミナも87ということで、まあ、全体的に、ね、えバランスが良くてこれ結構強いんじゃないかなと思ってますそしてこちら逆足の頻度精度が最高最高なんですよねこれめっちゃ良くないですかさすがに課金してる方はあんまり使わないかなと思うんですけれども始めたばかりの方とかね発作の指名器具で格闘できて左サイドバック OMFCMF のポジション適正でこの能力値で逆足頻度精度が最高最高っていうのはこれ結構いいんじゃないかなと思ってますねそして スキル見ていくと、こちら、ダブタ、ーシュラ、コンカ持っていて、ミドルシュートワンパスればピンポイントクロス、アウトスピンキック、低段ドロブキャプテンシーっていうことで、これスキルやばくないですかダブタ、ーシュラ持ちのコンカ、ミドル持ちの、ワンパスればピンポイントクロス、アウトスピンキック持ちですよ。スキルめちゃくちゃ優秀ですよね。ダブタまで持っているってうことで、このスキル持ちで、しかもこの能力値っていうことで、スキル的にもね、ディフェンス系のスキルあまり持ってるわけじゃないんで、この中盤キーはね、めちゃくちゃありなんじゃないかなと思いますま。CMF とか OMF で無重式をできるのもいいポイントかなと思いますね。 さマジでこれ、うん、星3の指名契約でこれはかなり優秀じゃないですか僕の中では多分今まで見た星3の無料指名契約権の中で一番優秀なんじゃないかなと個人的には思ってますねまあさすがにね課金してる方は使わないかなと思うんですけれど気になる方は獲得してみてくださいはいというとがメルちゃんでした続いでイオイン見ていきますはいということで第4位はこちらロドリですね4位に選ばせていただきましたクラブアイコンズの方から獲得できるロドリということでこの選手ねクラブアイコンズの方で一番総合値高いんですけどまあ今回4位 かなってていいうう感じですね見ていきましょうマンチェスターシティから登場で身長1 9 1ンチそしてレベルが26レまで上がりますとでポジション適性こんな感じですね CMF と DMF にポジション適性があってプレイスタイルはアンカーとなっておりますロドリはね、まあ、能力値も悪いわけでやっぱりないんですけどこんな感じでドリブル数値もねそこそこありますしグランダーパスも8までいくんですけど先に見ていくとこのスピシュンですよねこれがあまりにも低すぎるっていうことで、まあ、ディフェンス数値もこんな感じでまあかなり高いですよねもともとねレベル1の状態で78788282ということで、まあ、全部 90を超えてくるんんじゃなないかなと思うんですけどちょっとさすがにね、スピードが62、瞬発が59、これは現環境的に結構厳しいんじゃないかなと思います。まあ、安定感はあるんですけど、まあ、ちょっと足遅すぎるかなって感じがありますね。キック力は82、フィジカルコンタクトは77ということで、まあ、アンカーでまあ使用感は若干重いかなと思いますね。逆走の精度が最高なのはいいポイントかなと思います。で、スキル見ていくと、こちら、アシュラコントロール、ライジングシュート、ワンタッチパス、スルーパス、バックスピンの部、低弾ドル部、ワンマーク、インターセプト、エアバトル、闘争進ということで、まあ、スキルに関してもね、悪くないと思うんですけど、 ブロッカーつけてあげた方がいいと思います。まあ、ブロッカーつけてあげたらかなりいいんじゃないかなと思いますね。ワンタッチパスで、ね、スーパス持ってるのもいいポイントかなと思いますし、アシュラコントロールね持ってるのもいいポイントかなと思います。ブロッカーだけつけてあげて、まあやっぱりこのスピーシュンかな、それ以外に関してはね、かなりいいと思うんで、せめてスピード瞬発がね、最初で70乗っかってきたらね、2位とか3位とかにしてもよかったかなって感じがあるんですけど、正直ね、この足の遅さは若干気になってしまうかなってところですかね。まあでも、アンカーがあんまりいない方はね、獲得するのありなんじゃないかなと思います。まあ、cmf よりは間違い なくね DMF で使ってあげた方はいということで第3位はこちらドリース・メルテンスですね3位に選ばせていただきましたこちらもトルコリーグの指名契約権から獲得できますということでまたまたねトルコリーグの方からなんですけれどもいやメルテンス久々に見ましたね今回はまあ悪くないんじゃないかなところで3位に選ばせてもらいました見ていきましょうまず身長 169cm ということでこの身長ですねこれも一ついいポイントかなと思います低身長なんで使用感も軽いと思いますそしてポルション適切 こんなな感じ両ウィンングと CFSTOMF にポジショの適がっっててプレースタイルが2列目からの飛び出しになっておりますこれめっちゃいいですね。セカンドトップと OMF で使ってあげると2列目が発動して、ウイングと CF だと無印ということで、スキル的にもめっちゃいいと思います。そして、能力値見ていくと、これ結構強くないですかボルコンボールキープは90超えてきて、ドリブルは86、オフェンセン83、グランダーパスも86まで行って、決定力も86までいくっていうことで、これシンプルにかなり強いですよね。ただ、この選手もね、下に行くと、 このスピード、これびっくりしましたよ。見間違いかなと思ったんですけど、瞬発85もあるのに、スピード64ってことで、さすがにこんなに差あるっていうね、感じなんですけれども、このスピードだけですね、ほんとそれ以外に関しては、 めっちゃいいと思います。瞬発85 86、飛行ク82の、ボディコンも86まであるということで、まあ、スタミナはね、若干低いんですけど、まあ逆走性度も高いですし、かなり優秀ではあるんですけど、いや、スピードさすがにこれ遅すぎだよね。これがなかったらマジでめちゃくちゃ良かったんじゃないかなと思ってますね。そしてスキル見ていくと、こちらダブルとアシュラ持っていて、コンクグロバティックシュート、ワンシュー、ワンパス、ウェーパス、低弾ドロム、マレーシア、スーパーサブっていうことで、なんとスパサブ持ちなんですよねえ。このスキル持ちで、しかもスーパーサブということで、ね、これ結構強いですよね。かなり優秀なんじゃないかなと思ってるんですが、 スピードだけかな若干気になりますとということで、まあ、スキルもね、スパサブ以外もダブタ持っていて、コンカ持っていて、ワンシューはバセルバスを持っているってことで、まあ、かなり優勝かなと思いますし、まあ、スピードが低いんで、まあ、スーパーサブでセンターフォワードとかウィングっていうよりかはやっぱりね、2列目生かして ST とか OMF で使ってあげるのがいいんじゃないかなと思います。2列目だったらかなり活躍してくれるんじゃないかなと思ってますね。まあ、スピードもかなり低いんですけれども、それ以外の能力じゃマジで強いということで今回3位に選ばせてもらいました。スーパーサブがね、なかなかいない方は取る価値あるんじゃないかなと思います。 はい、ということで、最後はメルテスでした。続いて2位見ていきます。はい、ということで、第2位はこちら、マルコス・ジョレンテですね。2位に選ばせていただきました。クラブアイコンズから獲得できるわけなんですけれども、今回2ーとさせてもらいました。見ていきましょう。身長 184cm のエキアミヒキ。レベルが28年まで上がります。そしてポジションテキスはこんな感じ。相変わらずね、ジョレンテはこのポジションテキスの多さ、これがめっちゃいいポイントかなと思ってます。プレイスタイルはね、ボックスボックスと、まあ、これも悪くないですよね。ST から DMF まで中央でできて、右ハーフと右サイドバックまでできますと、ジョレンテに 関してはね全体的に万能の選手なんで、どこで使ってあげても強いんじゃないかなと思ってますね。そして、能力見ていくとこんな感じ。まあ、最初からね、全体的にバランスいい数値してます。ボルコンは76、ドリブルは75、ボールキーブは70まで行きますし、グランダーパスとね、フライパスもね、70超えてきて、ケテロクに関してもね、68まで行ってます。そして、まあ、ディフェンス値もこんな感じで、これ結構高いですよね。アグレッシブネスはね、78まで行って、守備力識は77まで行きますと。で、スピード瞬発もね、こんな感じで、もともと82まであって、瞬発も76まであるってことで、まあ、ジョルティやっぱりかなり優秀かなと思いますね。 自己時間が63ということでまあ若干低いんですけど、まあ、万能さって面ではかなりいいんじゃないかなと思います、まあ、個人的にはこのドリブル通知とこのディフェンス通知とこのスピード瞬発これは最初からこんだけやるのはかなりいいんじゃないかなと思ってますね逆足の頻度が高い精度が高いということで逆足が使えるのもいいポイントかなと思ってますでスキル見ていくとこちら軸ターンコンカードロップシュートワンシュースルーパーアウトスピンキックマンマークチェイシングインターセプト闘争心ということで、まあ、ダブルとかに欲しかったかなって感じはあるんですけど、まあ、スキルも優秀ですよね中ト気のスキルでコンカドロップシュートワンシュを持っていてスルーパースアートスピンキック 持っているってことで、まあ、ディフェンスでカラーでブロッカーとかあってもいいかなって感じがあるんですけれども、このままでも十分ね優秀なんじゃないかなと思っています。まあ、全体的にねめちゃくちゃ万能で逆足も使えて、こんだけポルション適性があるということで、特にね無課金とか無課金の方はえかなり使ってあげれるんじゃないかなと思います。まあセ、ね、週刊フィルも登場してか金子話題性があったかなと思うんですけれども、このね致命的役ジョレンっても結構強いと思うんで個人的にはね今回致命的役に誰取るかって言ったらねこのジョレンってかなりありなんじゃないかなと思います。はいということで D がジョレンでした。続いて。 1, 1見ていきますはい、ということで、第1位はこちら、ユンデルですね。1位に選ばせていただきました。まさかのこちらもトルコリーグの方の指名契約権から登場ということで、こっちの指名契約権がね、思いのほかめっちゃ良かったんですけれども、このユンデルね、かなり優秀だと思います。見ていきましょう。まず身長が173センチってことで、これ1個いいポイントですよね。そして、東は足左利きなわけなんですけれども、ポジション適性こんな感じ。まずこれめっちゃいいですね。プレイスタが2セメーカーの飛び出しで、両ウィングと両ハーフと OMF にポジション 適性がありますこのポジション適性めっちゃいいですし、個人的にはね、この右サイドハーフ、これできるのめっちゃいいポイントかなと思ってます。そしてのどっ口見ていくとこんな感じ、結構優秀じゃないですか。ドリブル数値もね、88ということで、スカッと抜いてあげれば90までいきますし、ボルコンが83、ボールキープ81までいって、オフェンスエスに関しても80を超えてきますね。そしてグランダーパス、フライパスも、ね、結構高くて、決力に関しても79までは上がります。そしてカーブは81で、スピード瞬発こんな感じ、どっちも90を超えてくるんですよ。瞬発94までいって、キック力もね、87までいって、ボディコンに関しても78なんで、 80丸乗っかってきて逆足の頻度精度が高い高いということでいやこれ結構強くないですか逆足使えてこの能力値全体的にこうかなりバランスがいい数値してますしスピード瞬発がねやっぱり90超えてきてこのポジション適正ということでこのユンデルねかなり今回優秀というか獲得する価値あるんじゃないかなと思いますそしてスキル見ていくとこちらダブルタルーレット持っていてアシュラ持っていてコンカライジングミドルワンシュースルーパスピンポイントクラスアットスピンキックってことでいやスキルがまじ半端ないんすよねこれ優秀すぎでしょダブタルター

スルーパーピンポイントクロスアウトスピンキックですよもう全部優秀なスキル持ちってことでこれ半端ないですよねこのスキルで、まあ、この能力値こんだけスペシャルもあるということで、まあ、これは間違いなく、ね、今回の指名契約だったら一番なんじゃないかなと思いますしかもこのポジション適正なんで、まあ、どこで使ってあげてもいいと思いますしいや僕もびっくりしたんですけど今回の指名契約権で一番、ね、取るべき選手はこのユンデルなんじゃないかなと思ってますね、まあ、トルコリーグの、ね、イベントとかでも、ね、活躍できるかなと思うんでこの選手はマジで獲得する価値あるんじゃないかなと思います、はいということは で,でした。ということで、今回はこの指名契約権おすすめ選手ランキングベスト5ということでやっていたんですけれども、いかがだったでしょうかいや、正直今回はね、この思いのほか、トルコリーグの方が優秀ということでびっくりしたんですけれども、ユンデルとメルテンスはね、獲得する価値あるんじゃないかなと思います。正直ね、このもう少し、こっちの指名契約権の方は、レベル上限も含めて豪華にしてほしいなって感じはありましたね。はい、こんな感じで、フットモードが毎日投稿してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。